ワンコと昭和レトロをたどる軽井沢にあるカフェ鈴の音、国の有形文化財にも指定されている時代を感じるレトロな建物、静かな森の中で美味しい朝食をいただきます。限定のフレンチトーストが人気、避暑地として有名な軽井沢でまったりとした朝、お向かいには大正から昭和中期にかけて活躍した室再生の別荘がありました。川端康成や志賀直哉など文豪が訪れたという別荘、早起きして朝食とお散歩を楽しんでみてね。